始まりましたよ。フィールチャンネルへようこそ。ようこそ。あれ喋らないですか。あ、始まりますよ。すいません。全然知らない声で。じゃあ早速。今日は急遽ね、違う編集の方に撮影を依頼しております。おっさんカメラマンが撮影します。まあ、この声を聞いてハッとする人は関係者はね、いらっしゃるかと思いますけども。ですね。まあさすがカメラマン。パリッといきますよ。パリッと。あ、すみません。私鬼塚英吉45歳でございます。髪がもうベッタベッタになってるよね。立ててこの忘れました。ね、今日の車ねキャラバンの、はい、新車のねキャラバングランドプレミアム GX です。いいですね。で、お客様探訪キャラバン編ですね。はい。ボリューム。こう数えたら、1回こっきりやってね、意外と少なかったですね。今回がなんと2回目っていう、この間がすごい空いてるっていう、はい、意外とこうタイミングが合わなかったかというか、ね、今回はちょっと時間がね、はい、ちょっともう納車がこう1日2日ぐらいまで迫ってるんで、タイミングちょっと、はい、取らせていただこうかと思いまして、はい、お願いいたします、まあ、今回はこのリミテッドパッケージをご紹介したいと思いますんで、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですよ、今回紹介するキャラバンなんですけれども、お客さん探訪ボリューム2でね、はい、なんと九州です。ナンバーのちょっとね化粧プレートで隠してますけども、久留米ナンバーでございますよ。素晴らしい、はい、で、ここまで取りに来られるということで、ありがとうございます。なかなかの距離を走って来られるかと思うんでね、まあちょっと温かくお出迎えしようかなと思うんですけども、よろしくお願いします。はい、ボディがパールです。これピュアホワイトパール、はい、ね、オプションカラーですわ。いいですね、この冴えた色フロント周りですね。リミテッドパッケージなんで、はい、下下がってまずはフロントフリッパー、はい、エアロでございます。下から当てがってるフリッパータイプのエアロで、でちょっとこう特徴的な赤ですね。こういうものを どこかで見たことがあるかっていうと、やっぱり日産ディーラーさんですよね。あのニスモの純正のレッドで塗り分け塗装してます。はい、まあ、やっぱこのラインを、あ、かっこいいですよ ね。この位置だ。オートメッセ見に来られた方、見たと思うんですけど、これのステルスグレーの、ね、デモカーちょっとスポコン仕様で出してますけども、はい、それの言ったらもう普通に一般向けにもデビューですね。そうですね、通常の、要はこのリミテッドパッケージでもフリッパーにはこういうオプションで見分けはできますので、はい、いいですね、うん、白に黒にレッドの完全に間違いなくかっこいいじゃないですか言われるんですけど、後々向こうでね自慢していただければと思います。はい、でちょっと違うところが、はい、これね日産純正のオプションであります、はい、LED グリルイルミネーション。あ、いいですね。イルミネーションっていうところなんで、これデイライトではないですか。ライトつけると光る。ほう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 、夜に光るよ。あ、これはじゃあ夜仕様ですね。そうですね、今光らしても全然デイライトの役目がしません。全然光ってるっていうぐらい、あ、夜にふわっと光ってるって感じなんで、はい、ポジション、このシグネチャーのポジションランプ、はい、このグリルイルミネーション光る、まあ、ロービーム光る、フォグランプ光るで、結構イカ釣り漁船みたいなぐらい。フロント周りに関してはもうこれだけでシンプルです、はい、まあ、グリルも別に塗ってないので、はい、メッキグリルのままですね。でもシンプルでかっこいいですよね。シンプルでかっこいいです。白結構かっこいいですね。ちょっと常々なんかステルスグレーばっかり紹介してるようなイメージがあるのだが、はい、白非常にかっこいいです。横行ってみましょう。行ってみましょう。足回りです。はい、まずローダウンしてますよ。いいですね。高さ2インチダウンなんで5センチ車高落としてます。だからリアはブロックキットを入れて、はい、フロントはまあトーションバーでの調整、はい、でトーションバーで調整して車高を下げるとちょっとねトーションバー緩くなってふわふわしちゃうんで、はい、ショックアブソーバーでちょっと若干固めてますよ。あ、いいですね。じゃあ乗り心地は結構パリッとしてるんです、はい、ここまでも標準のセットで出してるんで、はい、今まで後付けでショック探そうかなと思った人は非常にこれ
ワンプランで買えちゃうよというところです。いいですね。でホイールは今回はガンザーのブラック、はい、いいですね。マシニングしてます。かっこいい。リムのところはポリッシュで、ピアッシングのダミーのビスもあります、はい、でタイヤはこれナスカー。いいですね。グッドイヤー、いい年。ほんまでか。終わらんとこですか。あまりこういじくるとね、怒られちゃうからね。でタイヤサイズは215の65で、はい、16の C タイヤ、はい、あのライトトラックのタイヤはめてます。デズラもそうです。ほんま、ね、すごいスーパーフェンダーツラ1ぐらい、めっちゃツラ1ですよ。でここまあやっぱり心配なのはこのやっぱりゴム、はい、ここにカーブの出っ張りの端ですね、うん、微妙な。ここ正直ね、あの車両の誤差とかこのタイヤの誤差にとってもちょっとフェンダーからねちょっと触れるとこあるんですけども、はい、ここに関してはやっぱりまあ5ミリ6ミリのフェンダーパネルを貼って回避していただくとかいうところになってくるかなと、はい、あのこれに関しては正直あの車検対応にはしてますけども、はいね、ローダーもちゃんと購入は取ってますけども、はい、もう組み合わさった時のやつに関してはもうその時の状態で、はい、あの純正タイヤ付けさせてもらおうかというような対応はしてます、ね、うん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 、心配であればあの純正の15インチ の, タイあのアルミホイールを指示してもらって、はい、あの15インチでもナスカ出てるんで、はい、それするともっと中にインセット入ってくるんで全然安パイではいいんですけど、ホイールが出てるわけではなくてタイヤのゴムの部分が出てるんですよね。そうなんですよ。だからこれが5ナンバーでかつその8人乗りとかそれ以下の車で、はいはい、うち の, あのレイブシリーズステルスさん通してたりとか、あと、まあ、トランスフォアも10人なんでそれ除外されるんですけど、はい、9人未満のお車であのナンバー変更しとれば、うんうん、結局突出物にならないんですよ。ならないですよね。この最近流行りの微妙の、はい、分かりますかね、サイドウォールについてるこの文字の部分、5ミリぐらいの出っ張り、これが、まあ、突起物にいなされなくなっちゃう。そうですよね。はたまたタイヤも1センチ飛び出ても大丈夫っていうふうに輸入車規制で常に緩和されてますんで、はい、あのこれをどうしてもつけたい、安パイでちゃんとつけたいっていう方は常用ナンバーにお金を出して改造してください、はい、そんな感じです。軽くざっくりといきました、はい、で上はあのハースのドアバイザーついてますよ、はい、RV タイプです。ハイエースと違って絞り込みはないので非常に広いです。ワイド&ロービいいですね、はい、その分あの運転席、助手席ね、窓開けて頭出す際ちょっとこのタッパ狭いのでクリアランスが、はい、ここで気をつけるように頭皮をやられないように、あ、そうですね、気をつけてください、はい、ちょっとこの帰りとかね、こう若干 L 字になってるので、はい、めっちゃ痛いんですよ。はい、後ろです、はい、何も変わってません。テールランプに関しては結構こうテールランプのこのポジションの部分、はいはいはい、まあ、車幅灯のところですかね、ここに関してももうシグネチャーで一本ブワーッとかっこよく縦に光りよるんで、はい、でブレーキ踏むとちっちゃい丸めのテールが4つありますんで、はい、ここがパッと光ると、であとはここコンビネーションでね、クリアになってるから、はい、もうこれだけで十分あのリアビューはこじゃれた状態なんですよ。で、まあまあ、あの外品結構出てきてるんで、はい、つけたいって方は言っていただければいいんですけどね、うんうん、で後ろ開けます。はい、お願いいたします。はい、ドドッと、おで初のカーゴベッドキットのタイプ1が現れます、はいはいはい、で下にイージーフローリングキット、はい、乗っけてベッドキットのフレームと一緒に押さえつけて、ね、サイドで固定するっていう仕様がキャラバンのものになっております。でハイエース用だとここにスペアタイヤの穴が開いてるんですけど、はい、キャラバンね、スペアタイヤここから外から外すようになってるんで、はいはい、ここスッキリアクセスポイントなしでスッキリ作られております。ははははは、いいですね。でキャラバンに関しては、はい、このタイプ1ベッド、ここね、はい、パワースライドドアを装着されているお車、キャラバンは左側のみのパワースライドなんですけど、はいはいはい、引き込みのモーターここにこ、ね、これですね、はい、この塊トリムがこのちょうどベッドキットと重なるところからふんわりと盛り上がっておりますんで、はい、ベッドキットこれうち高さ調整するようになってるんですよ。ここですね、調整式でしたよね、うん、調整するがゆえに下げるときにここがもう完全に当たっちゃうので、はい、電動スライドドアついてる方の仕様に関しては、うんうんうん、下げる可能性があるのか、もう上っ面のところでやるのかによって、
この一番後ろのベッドマットの形状ですね。ここのたわしですね。ここですね。ここですね。ここに関して形状が変わってくる。はい。いう選択肢があるので、なのでこちらはまた商談される際に営業マンから相談されると思いますので、はい、どっちか選択してくださいと。で、電動なしの場合はもうどこでも上がったりはしますし、はいはい、あと気になるところって言ったら、まあ、フロントのフロントというかね、セカンドシートのシートベルトのリールの部分とかなんで、はい、あんまり低く下げすぎるとここも乗っかっちゃったりしますので、ここもご注意いただければと思います。はい、もう今この車に関してはここが一番下っていう。そうですよね。意外と下げると先ほどの場所が当たるやつ、意外と高いです。はい、フレームです。ででん、チキンメジャー中島420mm。 420mm ってとこですね、確かに、うん、なんで 42cm のものであればザラザラザラっと掘り込めると。何も刻みぐらい、ピッチ、はい、ピッチ、チャップチャップ、 50mm のピッチなんで、 50mm ピッチ、まだ穴2つありますから、はい、上にトントンと、はい、上げていけば10センチマックス広がります、はい、じゃあここからまだ上がる高さですね、はい、あと2段階で下にもまあ2段階はありますけど、はい、もうほぼほぼこれで無理だろうという、はいはい、この仕様の場合ですね、はい、だからこっちもパワースライド対応の切り込みのあるベッドキットにすれば下げれます、下がるっていうところです。このフローリングキットにだってはカタログ用意してますので、あの昔の体育館のお堂みたいな感じのね、はい、色ですけど、まあ、明るいのもあれば、あとあの真っ黒の黒木目もあったり、はい、あとはよくある大理石帳、はい、こういうのもあったりしますので、で上もこれ、まあ、ステッチあのダイヤキルトでちょっとねボコボコしてますけども、はい、当たりが非常に柔らかくなりますよね、うん、これステッチ触り落ちない。でこのちょっとダイヤのパターンがって言われる方は、はい、まあ、言ってもらったらあの縦にラインだけ入れるのもよっていうのができますんで、はい、まあその辺はまた相談で言ってください。ハーツのタグがすごい主張してますねピーンって逆立ってますね。であとまあルームランプ、はい、あのキャラバン後ろあのちょっと小ぶりなのがうんうんうん、3つついてます。でそれぞれに LED 入れてます。はい、一番前もマップランプのところまで LED になってますので、はい、それついてますよと。で追加でそうですよね、はい、カーメイとかのサイドバー、サイドバーの奥までいろんなもん引っ掛けた。ハイエースと違ってキャラバンはつけやすい。もう本当にあのキャップ外したらナットがあるんで、おそこに対してつけてるだけ。これだともう本当にまあ、15分20分で初めての方でもいける感じ、 DIY できるかなと思いますね、はい、後ろの周りはこんな感じ。はい、ありがとうございます。です、横行きましょう。セカンドです。はい、シートカバーダイヤキルトですね。パンチングはありますね。スタンダードシートカバーといえども結構凝った作りになっておりますよ。でやっぱりキャラバンの醍醐味これね、はい、左右単独での跳ね毛が一応こう前に、はい、あ、そうですね、ハーツさんのリアデッキテーブル見えますかね。メラミン板はこれがちょっと反射で見えにくいですけど革しぼ帳、革しぼ帳です。はい、セカンドのヘッドレスト外して、はいはい、これねハイエースと違ってこう折りたたんでもロックがかからないのでこれ、ね、ちょっと不満点なんですけどね、はい、このままタンブルします、はい、でこういう感じでテーブルついてても、はい、あのまあ、びっくりするほど無理することなくスルスルスルっといいですね、直立していくのでテーブルついたままでもこうやって跳ね上げができるようになります。これで今3人乗りの状態です。これで3人乗りですね、うん、キャラバンのこの貨物5人乗りに関しては2、3、5っていう表記になります。はい、よいしょ、これね、これで5人乗りの状態で真ん中に座れるというところです。だ畳んだ時点であの2人どっか行けって言われるっていう、うん、ですはい、長尺の脚立とかをねこう片方だけに詰める、はい、やっぱハイエースにしちゃうとこうベンチシートだから一気に、そうですよね、後ろに人、まあ、お子さん、ね、乗ってたりとかするんで一人でも多く乗せたいというところになってますからね、
足元ですね、はい、足元 3D マットです。いいですね。黒です。もうこれでガンガン使える感じですね。そうですね。で、まあ、セカンドシートに至ってはこれをテーブルがおるんですけど、はい、これあのマジックテープでへばりついてるだけなんですよね、はい、あほうほうほう、はい、あのじゃあもうご自身でちょっと道具いらない、ね、道具いらないこういう感じで取れます。おおほうほうほう。取ってもらったら下がフリーになるので、はい、そのままマットを下ろしていただいてバーッと水洗いで、はい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 、手干ししとればすぐ乾くよと。で後ろあの、まあ、言うても乗用車チックにしてるっていうことで、はい、出ました、ね、フリップダウン、フリップダウンついてますよ。かなり大きなモデルです。 13.3 型ですね。結構まあモニターでかいんで、はい、あの運転席の方バックミラーなかなか見えんじゃんって思うんですけど、デジタルインナーミラーになってるんで、はい、ですね、はい、キャラバンのいいところはあの、まあ、アラウンドビュー、はいね、衝突防止、それからデジタルインナーミラーで、まあ、ブレーキサポートのコーナーセンサー、はい、これ全部いきなり標準装備なんでありがたいですね、うん、でルームミラーにそのアラウンドビュー言っても、あの左前の直前直下のカメラも全部鼻から表示することができるんで、はい、ナビつけなくてもこの車見て外観見てもらったら分かるんですけど、いきなりあのハイエースにあるガッツミラーが入れません。サイドミラーもウインカーミラーがついてるんですよ、うんうんうん、何が言えるかっていうと追加で選んでお金がかからなかったっていうところなんで、車体価格は一緒やねけれどもメーカーオプションでその標準装備されてるところがあるんで、はい、まだその実質安く買えてるよっていう話ですわ。追加する部分がなくもう全部入ってるよってことですね。そうですね。ね、私のところみたいなコンプリート会社さんもいろいろメーカーオプションでなるとどれつけて発注しようかどれつけて発注しようかってあるんですけど、はい、標準装備ってやっぱりありがたいですね。やっぱりこういう一番上の、まあ、ハイエースであったらダークプライム2で特別使用車、はい、極力その標準装備のしているものを選べるっていう、これはキャラバンも全然いいです。ボディカラーぐらいでいいですで電動スライドもやっぱりあの、はい、アウトドア流行りだしてからあのちっちゃいスライドガラスがね小窓がついてる方がいいよねっていうので、いまだにあのハイエースを選ぶ方は究極の選択なんですよ。電動すると両方が両側の電動スライド側になるので、はい、窓が両方開かないんですね。このここにあるこの小窓がちっちゃいくり抜き窓がなくなってしまうんですね、はい、はめ殺しの状態になっちゃうと、はい、あのせっかく気持ちのいい山のドライブを開けたいなみたいなのがあー退屈って言われちゃうんですね、はいはい、まあ、運転席助手席の窓をお父さん開けてって言われちゃうんだけど、はい、キャラバンはその左側だけの設定、はい、でただお金の金額メーカーオプションの料金だけで言うと、はい、ハイエースよりも高いんですよ若干。あ、そうなんですか。でも左側だけなんで、うん、右側にスライドガラス、はい、左側は固定式っていう風にあの電動を選ぶ方はなってきますんで、はい、これちょっとねハイエースキャラバンと違うところで違いですね。これから検討されてる方はぜひ参考、ぜひちょっと参考にしていただきたいと思います。じゃあ前行きましょうか。はい、はい、前ももう結構こってり変わってます、はい、まずはこの大型のセンターコンソールですね。ですね。ハーツのセンターコンソールバージョン2っていうのがキャラバンのコンプリートカーにはもう標準になってます、まあ、あの後付けでももちろんご購入いただけます。ハーツの通販サイトでも購入いただけるんですけど、はい、キャラバンはもうバージョン2から、うん、あの後ろのドリンクホルダーがないバージョン1つけちゃうともうあの後ろカーペットないところの素地が見えちゃうところなんで、はい、ちゃんと後ろに長いタイプのバージョン2っていうのがもうスタンダードになってますよと、うんで、まあ、シートカバーもフロントまで同じデザインでついてます。そうですよね。コンソールの蓋ももう本当にパンチングがあるかないかぐらいで、そうですね、見た目が本当にこんな感じで統一されてるというところですね。で、まあ、ドリンクホルダー前後ろ4箇所ついてますし、ここフロントにありまして、はい、トレーがトレーもあります。ここまで大きかったらあのスイッチでも置けるんちゃうかなっていうぐらいで結構ねスマホも大型で、はい、大型のってますね、はい、置けたりはするんですけど、でまあまあ既製品はちょっとかなんか、なんかせっかくやしカスタムしたいなとおっしゃる方は追加で
言ってください。あのスマホ立て作ってみたりとか、ね、まあ標準ボディだとちょっとスペースねもったいないですけど、まあ、ここのトレーの部分をあの牛乳パックサイズの四角いドリンクを置きたいとか、すごいそんなセレクトもできるように、まあ、あの改造してほしいとかっていうのは、うん、あの追加で言ってもらったら、まあ、ちょっとお時間は頂戴しますけれども、はい、あの作ることは可能です、うん、完全自社工場製なんで、はい、これ強みですね。で、まあ、あの既製品買われる方はもうこのメッキのモール、これはもう標準っていうかもうこれ一点物になりました。でもやっぱりちょっと周りと違うね、ワンオフで作りたいねっていう方はあの作ることは可能です。で前回りオーディオ関係に行くと、はい、基本セットが7型の風速のナビゲーションですね、はい、時期によってパナソニックとあのカロッテリア、ちょっと時期によっては変わったりはするんですけれども、まあまあ普通に SD ナビなんで地図データは SD カードに入った状態、はい、で外部のメモリー局 SD カード入れてもらって楽曲の録音、Bluetooth の通話、ハンズフリーの通話にオーディオ、Bluetooth オーディオですね、まあ、iTunes とかそういうの飛ばして携帯聞けるんで、はい、まあ、まあ CD 買ってきて録音する必要もないよというのも今時ですわ、はい、うん、でナビ連動でこれ追加でね、前後のドライブレコーダー、まあ、画面の中これでねあの見れるよ。なんかドラレコの映像もそのモニターに出てくる、ね、そうですね。で ETC、通常の ETC になってるんで、はい、アンテナセパレートで音声で喋ってくれるんで、はい、これで十分です。はい、で音ですね、モーニングピットにこれでたまたまなんですけど、これアルパインのツイーター、はい、まあ、あの置き型でついてるんですけど、これと、まあ、ドアスピーカーと、はい、で簡易型ですけどちょっとデッドニング材を貼り付けて、あ、デッドニングもされてる、はいはい、音響をあのちゃんと反射して音聞こえるように してるんですけど、このツイーターのリングがね、このグランドプレミアム GX のこのカッパーブラウンの色とぴったり一緒ですね。結構いい色のゴールド具合をしてるんですよ。おしゃれですよね、この組み合わせ、はい、これあることによってやっぱりこのセミキャブオーバーの車、エンジン音がガガガガ上がってきて、はい、ここからの音だけだと聞こえなくなってくるんで、はい、ここから人の声聞こえてくるって本当に便利なんでおすすめでございます。あとはもうこまごましたね、はい、アシストグリップカバーとかを入れてるので、はい、まあ、裸で、ね、ここの自信の部分握ってるともうどん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 この脂肪の中に毛が染み込んで黒くなってくるんでね、どんどんつけてる方があの非常に長持ちしますよ、はい、で、まあ、ベース自体はディーゼルエンジンですよね、はい、ディーゼルで、あのこのモデルもあの、まあ、エンジンあの三菱製になってます。 4N16 っていうエンジンですけど、はい、今度出るトライトン、はい、同じエンジン形式ですよ。あ、そうなんですか。あっち200馬力あるらしいんですよね、うん、こっち120か130ぐらいやったはずなんだけど、アドブルー入れなくちゃいけないんですけど、はい、場所がね、アドブルーの場所はここ、はい、オープンクローズをオープンにしていただいてね、パコッとパコッと取っていただくと、あ、出てきましたね、はい、まあ、アドブルーっていう名のごとく青いキャップがついてます、はい、でここから、ね、補給する形になりますんで、はい、ちょっと面倒ではあるんですけれども、はい、まあ、タンク容量12リットルだったかな、ほう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 、結構量入るのでタンクも大きい、ただ入れるところがちょっと変なところやっていうと、ハイエースボンネットがあるから、あのボンネットの中からドゥ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 、はい、入れるんだけどね、はい、あのキャラバンボンネットありません、あの開きませんねんね、ここ、開くんかなと思うけど全く開きません。あ、開かない、はい、じゃあ、 あの、うん、ここに入ってるであろうハイエースと一緒で言ったら、うん、御社駅とかどこにあんの、うんうん、これも初めての人あの気づかないと思うんですよ。ここに御社マークが、ね、よくよく見ると御社、はい、マークが書いてあります、ね、ここをねよく引くんですよ。スライドしてきてここからトコトコトコと水を入れるっていう形になっとります。まあまあ気づかへんと思うんですよ、これ取説見ないとです。はい、紹介できるところはこんな感じですね。放送されてる頃は、まあ、オートメッセも終了し、オートメッセ、はい、行った方は日産のブースがキャラバンワールドみたいなブースがね出てるんですけどね、
あの絶賛キャラバン受注停止中。悪い話、1月の末からハイエースも止まっておりますんで、まあ、ディーゼルなんでガソリン車はもしかしたらね早めに解除されてそのまま工場の生産ライン動くとは思うんですけど、はい、まあ、ここに関してはまだちょっと情報待ってる状態なので、で次第またあの SNS とかでこうバーンと拡散はするとは思うんですけど、はい、ね、キャラバンは3月いっぱいまで止まってますが、我々のところでストック持って販売はしているので、常に見に来ていただければあのどんどんその生産している車をお分けすることができますんで、言うてください、キャラバンあります。遠方の方からあのキャラバンディーラーさん行ったらもう売れねえって言われたんだけどっていうお話がねとっとことっとこ入ってるんで、はい、どんどんそのうちの在庫も減ってはきてるんですけど、はい、まだ大丈夫なんでリンリンコールしてください、はい、はい、そんなところです。じゃあフィールさんに、問い合わせをすればまだキャラバンが確実に手に入る、ね、まあ、フィールさん、大阪店ですね、東大阪にあります。でここ西宮店、兵庫県は西宮市に、はい、神戸西宮店あります。西日本の方はずらっとこっち来てください。まあ、関東圏の方はフランチャイズで豊橋店があります。フィール豊橋店ありますから、はい、全然近場で買っていただいて結構です。値段は全部変わらないんで、どこのお店選んでいただいてもいいです。まあ、この動画で言うとこかな、あのね、2月の末、はい、3月度からですね、ちょっと移動になります。フルスッチじゃないですけど、移動前の大阪店の方に移動することが決まりまして、大阪店の現店長が西宮店の店長をする予定になってますんで、はい、逆に、ね、大阪店の店長っていう時は西宮に遊びに来たらいけますんで、ちょっとそうなりますけれども、はい、温かい目で見守っていただければと思います。応援お待ちしてます。よろしくお願いします。最近大丈夫って激励の電話がかかってくるんですけど全然大丈夫なんでって痩せ我慢します、まあ、そんなこと言ってますけど、この動画がねいいなと思った方は高速いいねしときますから、ガンガンいいねしちゃってください。よろしくお願いします。YouTube もチャンネル登録者数さんがもう1万人上げますけど、はい、まあ、マイペースでやってますから、またなんかいい面白い話があればね、次の動画で紹介したいと思いますので、ぜひぜひまた見かけてください。お酒でも飲みながらね、夜の7時お待ちしますから、はい、そんな感じです。ちょっとね、今日は初めての共同作業なんで、ですね、ちょっとまだぎこちないところはまだちょっとぎこちない部分ありますけども、これからまたガンガン味出してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。